皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はヴィンランドサーガバイキングの話でございますね。そして何このオープニング。マッパですか？ヴィンセントって書いてるぜ。ツインエンジンとマッパは前にはあったんだけど、今回はツインエンジンとウィットスタジオじゃねえかよ。進撃の巨人ですね。じゃあ、ツインエンジンがあれを作ってるんか。なるほどね。了解。理解、理解。なんやなんや。バイキングって言ったら、北欧ですね。まあ、大体イギリスを攻撃するみたいな話。トールズ。神様のじゃなくて、なんだ武器見つかった明日に。ああ、もうファイトだ。おっしゃ。ちょっと。これがバイキングのファイトだね。わお。それを切るの？なんていうの？船の。すげえな、これ。987年、ホルングバーグ。お、この声優、キャルチューじゃねえか。ほうほうほう。戦線を押し上げる。俺は何？イギリスを攻撃してるの？敵の足を止める。めっちゃ飛べるやないか。身軽っすね。かっこいい。すげえ。弓矢も使えるんだ。どんだけの戦士やわ、お前。トールズってやつ。相手のこの帽子は国は分かんないな。イングランドの可能性でもあるし、でも北欧の可能性でもあるから、普通に。マリアちゃん。あ、でもマリアって名前だから絶対にイギリスだろうな。ラテン系の名前は。おう、シェッ。おう、今の負けるかと思ったんだよ、トーレス。大丈夫だね。下になんかサメとかいい日？北欧とかサメのいい日もね。寒すぎて。わお。This guy is so cool, man. バリかっこいいじゃん。掘った。剣を投げた。わしにはいらねえや。とのこと。かっこいいな。うん。フルに戻れなかったね。彼が着てる鎧。くっそ重いのはずなんだよね。普通にこんなに鎧を着ると海に落ちたらもうお前死んだってことになるけど、この戦争はこのバトルを勝った人いなさそう。みんな燃えた。ヴィンランドサーガ。ヴィンランドって確か風の国って意味するんじゃないかな。知らんけど。そんな気がしただけ。ポポポポポポポ。あ、これ絶対にイギリスとファイトの話やろ。この封印からして。うん。
あれみんな見てます？なんかザ・バイキングズかバイキングズだけっていうドラマがあるんだけど、北欧の話、まあそのスウェーデンとかデンマークだったかな、ちょっと覚えてないんだけど、バイキングの話で、まあ結構同じようなテーマなんだけど、まあ実写ですっごい面白いんで、もしバイキングストーリーとか好きやったら、それ結構おすすめします。まあアニメじゃないんで、アニメの方がだいぶクレイジーなことは予測してる。超ヘビメタルやん。ヘビメタ、まあ北欧らしいね。ヘビメタとかめっちゃ北欧好きなイメージあるし、まあ現代やけど。ほうほうほう、ここではない、どこか。これ息子なのかな、さっきのトーレスの息子。こんなね、冷てえところで、アイスランド？ワオ、アイスランドと言ったら一番北じゃん。スーパー北欧です。ここら辺はもう本物バイキングだよね。で、自分たちは言う、他のバイキングは俺たちほどすごくねえぞみたいな。おう、映画すごいね、この動物絵。結構牛をかけって言われてゲンガマン困るやん、困るよね。普通牛かけへんもんね。結構勉強せなあかんねんな。おお、超綺麗な海の動き。あとこの後ろにある山、石もめっちゃ綺麗。やっぱ風の国やわ。風はそう告げたのだ。そしてわしは見つけたのだ、新大陸を。イギリスの話やろ。英国、草原波打つ新天地、わしはその地に名をつけた。なんと名付けた。ああ、そういうこと。どうじゃ一味ども、少しは見直したが、このリーフ・エイリクソン様を。その英国がヴィンランドなんだね。それでそれで、なるほどね。暖かかった、アイスランドよりも広かった。おーよ、ここよりもずっと暖かくてな、草が一面に茂ったった。せやねんな、めっちゃ住みやすいところだと思うで。え、あ、これはもうアメリカじゃねえかよ。え？これイギリスじゃねえやん。アメリカじゃんかよ。ああ、頭の伏線やわ。あ、トールズ帰ってきた。パパ帰ってきたやんかい。乗るか。やる気あるね。なんだなんだ。何何。
それは。そうだからこそわしの偉さがわかるだろう。ヨルムガンド勝ったってことやな。真の戦士の。大体レイフさん戦士じゃないじゃん。わお。怒られと子供たちに。戦士ではないぞ。船乗りは海と戦っとる。なるほどね。やっぱね。なんだなんだ。わお。船乗りも大事やで。ドルフィンは信じるよね。なんだ。すると何か戦にも行かない冒険おじさんの言うことなぞ信用できってか。だって僕の父上が戦士って言うなら本当だけど。僕の父ね、トールズめっちゃかっこいいよね。開きです。みんなも振ってやってくれ。はい、トールさん、またな。ここがスタートなんだね。あ、なんかやばい。え、奴隷の人やな、これ。奴隷が逃げてきた、それともメッセージ伝達してに来た。わお。Wow. 問題なのは年を追うごとに寒さが厳しくなることだ。持ってきたね、家畜を。寒いね。おー、寒かったな、ユルマちゃん。おじさんが温めてあげよう。わきもいな。死ねよ、お前。リーフとトールスって友達なんだろうな。いずれ誰も越せぬような冬が来るかもしれん。わしの国では今弟が移住の計画を立てている。なるほどね。みんなフィンランド行くんかな。わしは往復してきたぞ。なーに、行くんやで。わお。オッケー、みんな乗った。なんでトルフィン選手を。これ夢かよ。あ、夢の中でもやられたね、トルフィン。あ、お姉ちゃんね。寒いじゃん。話聞く？ちょっと話聞く？盗み聞きする？うん。お、抱っこされた。これヴィンランド行きっていうことで間違いないんだよね。この国はね、奴隷普通に使うからね。わお、危ねえなあ。でも、ゆうべの奴隷は死んだのかな？走ったやつ。あ、あそこにあの奴隷が入ってる。人がいるでしょ。手伝ってあげや、トールス。でももう死んでるでしょ。もう死んでるでしょうね。逃げてきたと思うけど、誰やろ。よその村から逃げてきたやつなのかな。全部本当やって。この船に乗せてよ。自分の目で見れば信じるよ。ああ、そういうのを信じるとは言わん。船に乗り
たいなら父上に乗せてもらえよ。信じるって難しいね。代々村で使ってるそうだが、お前の父上なら喜んで貸すだろう。あのでかいやつね。まあ若いしね、トルフィン。ここらの海はな、トルフィン。怖いぞ。怖いやろな。私は若い頃、流氷に閉じ込められたことがある。流氷もおるんか。わお、それはやばい。みんななんで知らへんかった？海の上を歩いた。バーク。気づいた時にはわししかいなかった。お前やばいこと見てきたな。バイキング生活はマジ頭おかしいほど厳しい。わからん。なんでわざわざこんなところ。北欧には大陸の方は何だろう。人多すぎたわけではないでしょ。わお、結構傷跡ある。まあ奴隷だからなんか罰されたんかな。腐ってんだ。ママが、まあ、逃げてるでしょ。うん。別にかくまうつもりはないでしょうけど。かくまうんか。ノルウェイね、オッケー。ここらより暖かく、海も凍らん。たくさんの入り江に守られたいい土地だ。ノルウェイはまためっちゃ寒いところで。ハラルドという強い男が現れた。ハラルドね。ハラルドの軍勢は火の勢いでムラムラを制圧。ハラルドって。あれは最初の統一ノルウェイ王なのに支配者だ。そして人々に迫った。なるほど。それで追い出されたんや。それがここアイスランドだ。アイスランドね。嘘ではないでしょ。冒険じじい。いやー、結構リアルだね、このストーリー。ここまでリアルと思ってなかった。本当にもうか、現代劇みたいな感じやな。助かるかな、あの兄ちゃん。あ、生きた。生き返ったぞ。あんた、名を言えるか。ん？寒い。いや、寒いやるね。もっと強く。はい。あんた、どこから来たんだ。どう？連れ戻されるのか。ハルフダン様のお屋敷に。ハルフダン？結構やばいやつやろな。逃げたってことは。どこにも行く場所がないね。そうやな。逃げられへんもんね。こんなアイスランドとか来たら。
レイフ殺されんといて。とにかく来てくれ。くんか。なんやなんや。人間に似合う唯一の首飾りだ。わ。金でも銀でもね。やべえなこいつ。首に繋いだ鎖だけが人間ってやつを少しはマシにしてくれる。お前やばいなハルフタン。思ってることが怖えやつやわ。俺の奴隷が一匹鎖を断ち切って逃げた。心当たりはあるか。因縁つけてんじゃねえぞ。どうせこの間の剣を蒸し返そうってんだろ。何度奴らと。なるほどね。昔から揉めてんだね。ハルフタンに止められてる。ハルフタンさん、つなぐぞ、貴様。怖え、ハルフタン怖えやつやわ。わお。この鎖ハルフダン怖えわ。あるね。渡そう渡そう。このお兄ちゃんね、安らかな気持ちは初めてだ。死ぬの？しっかりしろ。これ死ぬんだね。死ぬぞ。トールズ。これトールズ死んだね。親父。おふくろ。姉さんも。姉さん。みんな。ここにいたのか。みんな死んでるんだ。これ何？Oh my god。天国なんだね。あの世に行くってことや。まあ、天国じゃないかもしれないけど、どういう宗教なのかわからんし。海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。行くのか？そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かない。今のところね、奴隷商人は後で来るけど。奴隷に聞いてんの？この人確実に死ぬけどね、今。ヴィンランドというのか。まあヴィンランドに言うことにしようや。なんだなんだ？見つけたぞ。武作法は許せよ、トールズ。まあ返しても今は死ぬよね。ハルフダンさん、あのですね、かくまったんじゃないんですよ。あなたの奴隷が死にそうなとこを助けたわけでして。ハルフダン、この男いくらで買った？買おうつもり？マジで？死にかけてんのに。ハーフだ。そいつは連れて帰る。お他の奴隷の前で見せしめに拷問せにゃなら。怖え。どれ怒んのか？めっちゃでかいな、こいつ。8？
意味わかんねえな。それほどこいつ助けたいんだ。やばいね。いいのか、うん、それはそうだろ。おかしいよね。トールズ、それでそいつの鎖を解いてやったつもりか。もう死ぬよ。そいつをどこへ連れて行く。ほんまにフィンランド行くんかい。羊はこちらで選ばせてもらうぞ。そこまで言うの？ハチともらってるのに自分が選んでいいと思ってんの？たまくしやつやわ。強欲やわ。何？姉上、悲しいんだね。悲しいわよ。羊ハットもしたのにあっという間に死んじゃったのよ。まあそうだろうけど。うん。まあバカだよね。ハチとは絶対に大金だろ。逃げることは多分この文化とか考え方ではありえないことなんだろうな。ここから逃げたい人はヴィンランドに行く。誰や、すげえな。こんなこうしてこのヒゲがあって、どんなやつやわ。こっちに来てんの、それともご先祖様の話。その箱の中に何が入っと、剣武器とかいろいろ。このアニメは結構スローペースだよね。結構じっくり系だと思う。なんと言うんだろう、じっくりと味わわないといけない。あんまりなんかこの瞬間にアクションがあってアクションがあってオチがあるっていう感じではなくて、多分歴史とかストーリーをじっくりと味わわないと、なんだろうな、好きな人って結構この1話で分かっちゃうんじゃないかな、これは続くかどうか。ちなみにこのアニメは今3話まで出てる。なのでこれは今日じゃないんだけど、3話を、まあ、連続で見るつもりなんだよね。そしていきなり次から4話が始まるの。そしたら3、それとも3週間後に4話が出るのかちょっとわかんない。やっぱりトルフィンが主人公になるんじゃないかな、このストーリーは。トルフィンが大人になった主人公かな。で、おそらくその3話の最後に大きなクリフハンガーがあるんちゃうか。はい、皆さんもご視聴ありがとうございました。そして次までよろしくお願いします。ヴィンランド1でございました。バイバイ。